改札口ホーム広域公園前駅は、広島県広島市浅見並区大塚西4丁目に、ある広島高速交通広島新交通1号線の駅である。福駅名は、修道大学前。現時点での終点、発車駅。西広島駅までの延伸、接続計画があるが、現在は、道路沿いに線路が伸びて、しばらく行った先で途切れており。 この間が引き上げ線として活用されている。コインロッカー設置駅、定期券発売駅、島式ホーム一面二線の高下駅、ホームから1フロアを降りたところに、券売機、改札がある。ステーションカラーは紫色。本通り方面から到着した列車は一番線、校車専用ホームで乗客を降ろした後そのまま直進して引き上げ線に改装し、 折り返して2番線ホームへ入線し、再び本通り方面へ向かう。福駅名が示す通り、広島広域公園の南東、広島修道大学生門前に位置する。駅出口は、広島県道71号広島行き線、広域公園南口交差点にあたる。バス停留所は、駅直下の県道沿いの道路上にある。一般路線バスは、広域公園前駅を名乗る。 以前は、広島修道大学バス停だったが、広島修道大学キャンパス内にある、広島修道大学キャンパスバス停と紛らわしいため、2007年12月21日に解消された。広電バスの5月が、岡団地、免許センター線と、一周地線が停車する。高速バスは、広域公園前を名乗る。幸福ライナーや、 傍聴交通の広島バスセンターと山口県内を結ぶ都市間路線が停車する。この他、サンフレッチェ広島ホームゲームや FIFA 主催主館サッカー国際試合など、広島ビッグアーチでサッカーの試合が行われるときは、試合前に駅前の臨時バスのリバからビッグアーチに向かう無料シャトレバスが運転されていたが、 2015年度は、駅周辺の環境所事情に鑑みて運行が取りやめられている。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは、1年毎乗車総数と、1年毎降車総数の情報を公開している。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った、値を小数点2を丸めて小数点1位の、 値にしたものである。アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。ありがとうございます。